は、こんばんは、はるきです。今回はコスパ最高ベスト11になります。個人的におすすめができるコスパ選手たちの紹介になってます。今回もベスト11ということで、安くて強い11名ですね、紹介していければなと思います。それでは早速紹介をしていきます。まずは TOTS リュディガーですね。リュディガー、まあ先日ですかね、TOTT のリュディガーが来たというふうなことを受けて、まあかなり値段は安くなってますね。値段的には8万5000というふうなことで、 TOTT のリュディガーが作れないっていう方はこの S のリュディガーでもまあ全然いけるっていうふうな選手になりますね。あ、リュディガーと誕生日がね一緒だということに今気づきましたけれども、身長でかくで守備力も高い、フィジカルも強いっていう選手で、ペースもね十分速いし、まあなかなか強いなというふうなところですね。現環境でも通用はしますね。そして続いてはグレイツオブザゲームヒーローからコルドバですね。コルドバ値段は7万5000コインぐらいかなで買うことができますね。逆足4素晴らしいなと思いますけれども、低身長なセンターバックになってますね。まあその分動かしやすさだったりとか、まあある程度のペースはあるという風な選手ですね。ただどうしてもフィジカル負けとかはまあなくはないので、そういう低身長センターバックでもいいっていう方はおすすめになってますね。まあ剣はね組みやすいですし、値段以上の価値っていうのはありますね。でそして続いては TOTT グエイですね。グエイ値段は5万5000コインぐらいかなで買うことができますね。結構コスパです。うん、身長はこの人もねそこまでないですけれども、まあ意外とこう取り切れたりとか、まあフィジカルもね、全然強かったり、します。まあちょっとこうチープリュディガーみたいな感じかな。うん、ほんとペースも全然速いですし、意外とねやれるっていう風な選手にはなりますね。理不尽さこそないですけれども、まあ、予測のプラスがついたっていうのは嬉しいのかなというふうに思いますし、パス面もね、うん、いいです。なので結構まあ5万ちょっとで買えるんだったら自分は普通にありかなというふうには思いますね。そして続いては TOTT カラフィオーリですね。カラフィオーリ値段は5万コインぐらいかなで買うことができますね。結構コスパだと思いますね。普通にまあやれましたね。うん、全然やれる選手にはなってます。で一応ね LB とセンターバック兼任できる選手になってるんですけれども、サイドバック LB で上がらせない守備線の選手として使ってあげるのが一番最適かなと思いますね。センターバック選手として見るとまあもうちょっといい選手はいるかなっていうふうに思ってしまいますので、まあ守備線の上がらせない LB で使うのが一番いいとは思いますね。まあよりねロングパスのねプレイサルとか、まあパス面が上手ければより良かったかなというふうに思うんですけれども、守備力に関してはある程度ですね。フィジカルも強いですし、空中戦もね強さがある選手になってますので、まあ十分、うん、この人もやれる。5万でこれは、うん、普通にコスパかなと思いますね。そして続いては TOTT ムニョスですね。ムニョス値段は5万コインぐらいかなで買えるかなと思いますね。この人は、まあ、上がらせるサイドバックですね。基本的には上げて、クロスでアシストみたいな、そういう使い方が一番いいとは思いますね。フィジカルの強さこそそこまでないですけれども、空中戦というふうなところでエアレルついたっていうのは素晴らしいですね。あとはインターセプト予想があるっていうのもなかなかいいなと思います。まあ個人的にラピッドとかクイックステップがあればよりね運びやすかった選手やったかなと思います。ただドリブルの細かさだったりとか、ある程度の速さ、理不尽なスピードはないですけれども、運んでいく力はねありますので、まあ5万でこれは全然コスパかな。ちょっと君難しいですけれども、使ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。でそして続いてはパストゥーグローリールクミですね。ルクミ値段は5万コインぐらいで買うことができますね。96まで上がっている選手ですね。結構ねこの人もおすすめのセンターバックで、逆足4も素晴らしいし、パスもね上手い選手になってます。特に視野がまあ54低いですけど、もともと多分49とかだったんで、まあ、上がっていってるのは嬉しいポイントかなと思いますね。であとはリアクション冷静度も高くって、結構ね取った後も別にもたつきがないっていう風な、そういう選手になってますね。でかつペースもね速くって、フィジカルもある程度は強くって
って守備力も高いと。でプレイスタイルプラスで予測ついてるの素晴らしいですね。まあインターセプトとかブルーザーあればなお良かったかなというふうに思うんですけれども、まあ5万のクオリティではないかなというふうに思いつつ、コロンビアが優勝すれば結構強くねなれるんじゃないかなというふうに思いますね。そして続いては TOTS バルベルデですね。バルベルデ値段は21万コインぐらいで買うことができますね。 TOTT が多分90万以上100万弱ぐらいしますので、まあ、そうなってくるとこのカードはコスパかなと、うん、思います。もうバルベルデの、ね、20万ちょっとで買える時代っていう風なことですね。まあ速さが、うん、ある中盤の選手で爆速ですね。特に2列目3列目から上がっていった裏抜けした後っていうのはもう誰も追いつけないっていう風な感じになります。であとその後のシュートっていうのも、まあ、普通に決めきってくれるそんな選手になりますし、守備力も高いと。まあドリブルの細かさだけ多分多くの方がちょっと不満に感じる部分かなと思うんですけれども、それ以外は非常にね強さがありまして、21万は安いなと思いますね。そして続いては TOTT キミッヒですね。キミッヒ値段は20万コインぐらいで買うことができますね。今作ね CL のカードだったりとか結構人気選手かなと思うんですけれども、まあもうこのインフレ、具合で値段が安くなっていると。もう20万ですからねこの選手が。で一応右サイドバックと中盤置けるっていうところはいいのかなというふうに思いますし、個人的にはね、まあ右サイドバックロングパスとかそのサイドチェンジを多用する方だったらいいと思うんですけれども、やっぱ空中戦がなかなか勝てないので、守備のことを気にするんだったらサイドバックっていうよりかはシデムボランチの選手として使ってあげるのがいいんじゃないかなと思いますね。基本的にこの人は軽いです。うん、ある程度の軽さがありながらパスもねさばけるうまいっていう風な選手になってますね。で守備力に関しても特にインターセプト、うん、よくしてくれる選手で、フィジカルの強さっていうのはそこまでないんですけれども、まあある程度取り切る力があるという風な選手ですね。また容赦なしのプラスついてるっていうのも嬉しいポイントにはなってますし、まあ、この鋭いパスまああればいいんですけれども、ここがまあブルーザとか、だったら良かったかなという風な感じですかね。ペースもね速くなったキミヒになってますのでおすすめですね。そして続いては TOTT マルキーニョスですね。マルキーニョス値段は16万コインぐらいかなで買うことができますね。むちゃくちゃコスパだと思いますね。本当にこの人はね身長の低さの割にはもう圧倒的な守備力っていうのがあるという風な選手ですね。ペースもね何ら遅くないですし、状況によっては後ろから追いついていくっていう力もあるという風な選手。また逆足さん残念ですけれども、ロングパスのプラスがね、ついてるっていう風なことと、もともとパス能力高いので別にビルドアップ面何の問題もないですね。であとはドリブルに関しても取った後の、まあ、軽さっていうようなところも、まあ、ちょっとはね、ありますし、もちろん空中戦に関してもこの身長だけれどもそこまで負けないっていう風な選手になってますので、まあ、なかなかおすすめかなという風な感じですね。まあ個人的にはセンターバックだけでなくてサイドバック起用もありかなという風に思いますね。でそして続いてはパストゥグローリーゴンサレスですね。ニコラスゴンサレス、値段的には15万コインぐらいで買える選手になってまして、スキル高しともに5という風な選手ですね。かなりまあ5になったという風なことはねアドバンテージかなと思いますし、ペースも99素晴らしいなと思いますね。でね基本的にはこの人もねすごく軽くって速さがあるっていう風なアタッカーなので結構使いやすい、そういう選手になってますね。まあ、フィジカルが若干弱いっていう風なところ以外は、まあ、特に不満点はない、そういう選手になってますね。またプレイスタイルプラスでラピッドのプラス、あとクロスのプラスがあるのはありがたいなと思いますので、まあ、自分でねスピードでいくっていうこともできるし、クロスでアシストっていうこともできるという風な選手で、また今週とかあとテクニカルクイックステップついてるのはなかなかいいなと思いますので、マルネが優勝をね、してプラス1されれば、まあ、多くの方に使われるんじゃないかなと思いますね。そして続いてはパストゥグローリーデリフトですね。デリフト値段は40万コインぐらいで買うことができますね。この人はね、まあ、能力のアップグレードがなかったの残念ですけれども、40万出してもいいぐらいですね。守備力はすごく高いですね。非常にいいセンターバック選手になりますね。まあ、もっとこうオランダが勝ち進んでいってれば
デリフの時代が来ていたのかなというふうに感じるぐらいですね、普通に強いなと思います。まあマルキーニョスがね16まで変える以上40万ちょっと出しにくいかもしれないんですけれども、デリフトの方が強いっていう人もまあいるとは思いますね。それぐらいやっぱりかなりおすすめのセンターバック選手にはなってます。特にフィジカル面ですね、かなり強いし、相手を弾き飛ばす力っていうのがあります。また空中でも強くで、ペースもね全然遅くない、早いなって思う瞬間もねあるぐらいです。であとはビルドアップ面ですね、特に冷静さ、リアクション99素晴らしいし、パスも上手くって、まあ、ちょっとこうビルドアップに難があったデリフトがちょっと改善をされてるっていう風な、ことで、すごくねおすすめのセンターバック。まあオランダがね勝っていければよかったんですけれども、アップグレードされなくても価値がある選手になってますね。こちらがコスパ最高ベスト11になります。少しでも参考になれば嬉しいなと思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。